すごい、すごいですね、皆さん。はじめまして、一ノ瀬恭介と申します。今日はお越しいただきましてありがとうございます。はい、もう本当にですね、コロナ、コロナ、コロナと、どこを向いてもコロナというような、状態で、日本も世界も今、大変なことになってますね。で、ちょうどですね、今、僕の知り合いの役者さんとかそこに今いらっしゃってる、くれてるんですけど、さっきね、そこちょっとは座って話してたんですよ。舞台とか映画が軒並み中止、中止、中止ということで、キャスティングしても流れると。撮影スケジュール組んでも流れるみたいな感じになってますよね。ちょっと思いっきり関係してるって方どれくらいいらっしゃいます？結構いますね。はいはい、そうですね。今日ね、8割9割の方がアーティストだったりエンターテイナーだったり、するんですけども、こんな時代だからこそ僕たちエンターテイナーやクリエイター、アーティストにできることの役割というのはすごく大きいんじゃないかなと僕は思っています。せっかく今日、こういったね、大変な時期に皆さんにいらしていただいているので、何かちょっとでも今日来てよかったなと思っていただけるようなエッセンスを少しでも、持って帰っていただければなと思ってます。はい、25歳まではですね、皆さんと同じようにパフォーマーをしておりまして、オービリン大学というところにおりました。そこにまあ入りまして、お芝居の世界に魅了されていきます。うわ、演劇って面白いな、舞台って面白いな、エンターテイメントって最高だなということで、自分も俳優になろう、ダンサーになろうということで、ゴリ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 、芸能活動を始めます。ただですね、まあ、25歳のタイミングで、まあ、ちょっとこういろいろモヤモヤしてましてですね、自分で脚本書いたりとか舞台のプロデュースをして、まあ、劇団やったりしてたんですよ。その時にまあその、まあ、まだ25歳でちょっとまあアルバイトもしてましたので、やっぱりこう、なんていうんですか、舞台作るのってお金かかるじゃないですか。当時はやっぱり、まあ、なけなしのお金でというか、衣装もこだわれない、舞台セットもこだわれない、何もかもこだわれないっていうような状態で、まあ、なんとかやってたわけですね。で、まあ、25歳のタイミングで舞台でそれなりにもちょっとこう食べたり食べれなかったりみたいな感じだったんですけれども、本当にこのままでいいのかなっていうのをすごく感じるようになり始めたんですね。この時にたまたまお会いした実業家の方、今となってもう師匠になるんですけども、まあ、その師匠に出会うわけですね。で、僕は当時そのアルバイトをしながら俳優をやっていましたので、なんていうんですか、ビジネスの身の字もわからないですし、会社を立ち上げようとか、思ったこともないですし、名刺の渡し方も知らない、スーツは着たことない、新聞も読んだことないみたいな人です。芝居ばかりです。エンターテインメント、アートのことしか考えてない人ですね。その実業家の方にお会いした時に、夢を語るわけです。自分の思った通りの、最高にこだわった舞台を作りたいんだけどお金がないんですと、僕はどうしたらいいですかっていうようなことを言うわけですね。そしたらですね、その実業家の方が、よし分かったと、俺の元で、少なくとも5年修行できるからって言われるわけです。で、僕はそのどうしても当時抱えていた違和感が拭えなかったので、ここで何か意思決定をしないと人生変わらないなと思ったわけです。当時ですね、ちょっとそこそこ大きなプロダクションにお世話になってたんですけれども、辞めるんですね。で、舞台のオファーもまあちょっとそこそこ来てて、もうちょっと頑張れば俳優としてもしかしたらいけるかもしれないみたいなところまで来てたんですけれども、辞めちゃうんです。で、事務所も辞めて、で、周りからは当然ですね、なんていうんですか、ものすごい反対されるわけですよ。もうちょっと頑張ればまだまだいけるかもしれないのにっていうようなタイミングだったんですけども、ビジネスの世界にこう入っていくわけです。で、25歳から32歳の約7年間で、ゴリ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 舞台、ビジネスをいろんなことをするんですけれども、そこで僕が学んだことっていうのは、例えばどんなことかと言いますと、例えば営業って何なのかとか、マネジメントってどうするのか、リーダーシップとは何なのか、ビジネス構築、ビジネスをゼロから作っていくって一体どんなことなのか、あとさまざまな成功マインドっていうのをこう徹底的にこう叩き込まれるわけですね。まあ、7年間でですね、3つぐらいの授業をこうやっていくわけですね。で、そこでちょっと目標としていた資本がある程度できたんです。できまして、ものすごく大変だったんですけども、なんとかこうやり抜いて、で、32歳のタイミングでその師匠のことから独立をします。で、いよいよじゃあ本当にやりたいことをやろうということで、お金ができたということで、サステナクリエーションファミリーというエンターテインメントカンパニーを立ち上げるんですね。で、いよいよ本当に自分がやりたかった、アーティストとしての活動、エンターテインメントの活動を始めるわけです。で、2年間でオリジナルの作品を5作品舞台でやらさせていただきました。これオリジナルなんで全部脚本僕が書いてるんですけども、ちょっと舞台の世界詳しい人は分かるかもしれませんが、2年で5作品脚本を書いてですね、ここに書いてある通り総来場者数6500名をこうまだ持っていくんですけど、
これそれなりの数字なんですね、舞台の世界だと。ちょっとこうなんか気違いのようにやってた感じですね。とにかくやりたいことがもう7年間とか溜まってますんで、全然できなかったので、もう溢れまくってですね、これもうひたすらやるわけですよ。代表作がゴリアテという作品、サマヨという作品、シンゲラという作品がございまして、ちょっとですね、今日シンゲラの役者さんがちょっとそこに3人ぐらいいらしてくださってるんですけど、あ、どうもありがとうございます。お辞儀していただいて、もう誰かバレましたねすいません、本当に。ここでやったことっていうのは、僕が授業で作ってきた資本で全部自分で、お金を出して自分で作っているんですね。なので、まあ、ノースポンサーです。他の誰にもお金を出してもらっていないんですね。これね、やってみてどうだったかっていうとですね、めちゃくちゃハッピーなわけです。誰からも何も言われないんですよ。横やりが一切入らないんですね。キャスティング講師はしろとか、脚本を書き直せとか、誰にも言われないんです。これもう最高なわけですよ。なんとなくわかりますかね。ね、もうめっちゃうなずいてくれてる。そうなんですよ。でこれがやりたいがために僕はちょっとこう7年間ね、地獄のような思いをするっていう感じなんですけども、やっぱりこう自分で生きていく力をつけて、自分のやりたいことを自由にできる、力っていうんですかね、生きる力みたいなのって、すごく大事だなってことを、今もひしひしと感じているわけです。で、そしてですね、舞台をこうゴリゴリやっておりまして、でその後もっともっと多くの人に作品を届けたいと思うようになりました。映画の世界に、行くようになりました。映画と思っていたらですね、ちょっとひょんなご縁からアカデミー賞の授賞式に行くことができたんです。授賞式って言ってもその本会場はノミネーターしか入れませんので、さすがに本会場は入れなかったんですけど、近くのこうパーティー会場がありましてですね、そこに日本人の招待席みたいなのをちょっとこうご縁でご用意いただいて行ってきたんです。ご存知の方もいると思いますけど、今回そのパラサイトっていう韓国の映画がアカデミー賞を取ったんですよ。ここ知ってるっていう方はどれくらいいますか？うわ、そうですよね、ご存知ですよね映画業界というか、僕個人としては非常にショッキングというか、嬉しいことなんですけど、ついにですね、これ書いてあると思うんですけど、英語以外の言語の作品が、ベストピクチャーアカデミー賞に選ばれたんですね。これ史上初の快挙なんです。これ韓国語ですから。つまりですね、アメリカが韓国に取らせたんですね。でこれっていうのはどういうことなんだろうっていうのを僕はちょっと考えているわけです。そのアジアの映画がこれからどんどん注目を集めるためのいいきっかけに僕はなったと思っています。で、実際のこれご覧になった方は、僕はそう思ったんですけど、とてもパワーのあるエネルギーがある作品だなと思いました。でこれはですね、大体総制作費が14億円ぐらいかかってるんですね。でハリウッドで賞を取るような映画って、なんか100億みたいなイメージあると思うんですけど、これ14億ぐらいなんです。なのでその海外の映画っていう、市場の規模でいうとそんなに、めちゃくちゃお金かかってるわけではないんですね。なので僕たちもちょっと頑張ったらいけんじゃねって思いませんっていう話なんです。僕はすごく希望をなんかもらって帰ってきたんです。アジアもいけるかもしれないっていうことですね。このポン・ジュノという監督はですね、僕天才だと思ってるんですけども、彼が今回撮ったっていうのは、その必然といえば必然なのかもしれませんが、僕にとってはすごく意味のあることなんですね。でたまたまこの歴史的な瞬間にたまたまハリウッドに行ったっていうのは、なんかちょっとこれ引き寄せたなっていうふうに僕は思いましてですね、なんかすごくいい機会をいただいたと思っています。個人的にはですね、ちょっとこれがですね、かなり面白い話というか、これ映画の世界の話を今からするんですけども、映画だけではなくて、音楽、絵画、アート、あらゆるエンターテインメント、クリエーションに関して多分似たようなことが言えると思います。なのでちょっとぜひ興味を持って聞いていただきたいんですけど、例えばですね、世界と日本の決定的な違いは今何なんだということをちょっと考えたいと思います。ちょっとなんか勉強っぽくなってきましたねそうですね海外マーケットに対する強い意識が日本人は欠けてるんじゃないかっていうようなことが書いてます。はい、そうだそうだって言ってる人がいますけど、ちょっとですね、日本と韓国のことを少し比較してみていきたいなと思うんですが、
日本というのはですね、高度経済成長期の、まあ、追い風もあって国内の市場だけでビジネスがずっとずっとできてきた国なんですね、まあ、1.3 億人ぐらいの人口がいますので、もう自分の国だけでその音楽売って、映画売ってなんだかんだってしてれば儲けられたわけです。ところが韓国はどうかというと、日本の半分以下しか人口がいないので、そもそも自国だけでは苦しいから海外に出るしかなかったんですね。だから、まあ、知ってる方も多いと思いますが、カナダだったりとか少女時代とかがもう10年以上前にバン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 入ってきましたよね。もうあそこから韓国の国家戦略ってずっと始まってるわけですね。だから日本はその要は15年以上も要は韓国にちょっと遅れを取ったっていう風に言ってもいいかもしれないんですね。じゃあそんなインパクトのあるアーティストが日本から出てるかというと出てないわけですよ。でなんでそうなってるのかって言ったらもうこれなんですよ。海外に対してのマーケットに対する意識がない、その培われてきてないんですね。自国だけでやってきたから、自分の国たちだけでやってきたから、海外でどう戦っていいか分かってる人って本当に少ないと思ってます。で、これですね、映画の話なんですけど、あのですね、これすごいんですよ。日本っていうのはですね、なんと1978年頃から約40年間2000億円台の市場規模が変わってないんですよ。これ分かります？ずっと40年間横ばい、上がりもしないし下がりもしないんです。で、ここ8年ぐらいアメリカも 1.2 兆円ぐらいの規模で横ばいなんです。じゃあこれ赤、これどこかというと中国なんですね。2012年あたりからも日本は抜いていて、もう間もなくハリウッド、アメリカに迫る勢いでもう抜くと言われてます。で、まあ、こっちなんかはそのスクリーン数の増加なんですけど、ちょっと後ろの方は見えづらいかもしれませんが、日本は横ばい、アメリカも横ばい、韓国だけ中国だけ右肩上がりというような状態です。なのでですね、その、まあ、どれくらいこう日本が、エンターテインメントをの世界、クリエイティブの世界で、チャレンジをしてきてないかということがちょっとこれだけでも分かるんじゃないかなと思うんですね。まあ、今ちょっと映画の世界の話を例に捉えましたけれども、これからの時代っていうのはきっとこういうことが重要だろうということを簡単に、お話をさせていただきたいと思います。まあ、これ21世紀の、本物が認められてくる時代になってくるんじゃないかなと思っています。本物っていうのは何かというとですね、こう例えば有名人が出てなくてもとか、きっちりこうものすごくお金がかかってなくても、本当に面白いと思われればたくさんの人が見る可能性がある時代だということですね。で、こんな中で我々アーティストにとってクリエイターにとって何が大事かなっていうのを改めて考えてみようっていうようなことなんですけど、自分のことをちゃんと、まあ、価値を、自分の価値を発見して自分をちゃんとブランド化するってことを、ますます意識しなければいけないんじゃないかなと思ってます。それは個人であっても コンテンツであっても全部そうだと思います。まあ、自分が何が得意で何が好きか、人と違うところはどこなのかっていうことをちゃんと発見して、ビジュアルやコンセプトをちゃんと演出していくっていう力がどんどん求められてくるんだと思います。そして、2つ目が適切なマーケットにちゃんと PR をするっていうことですね。自分を好きになってくれる 人はどんな人なのか、どんな人が自分の価値を見出してくれるのかっていうようなことをきちんと考えて、ファンを作っていく必要があるんじゃないかなと思ってます。属性を見極めて伝え方を工夫するということをちょっと簡単に書いてありますけれども、ちょっとね、今日インフルエンサーさんも何人かいらっしゃってくださってると思いますが、本当にウェブインターネットの世界でどん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 ファンを拡大されている方たちは日々日々こういうことを強く強く意識して情報発信とか、投稿だったりとかいろんなことをされていると思います。そして3つ目がですね、ファンとちゃんとつながってファンを育てていくということがますます重要かなと思っています。SNS ウェブからリアルへということなんですけれども、今日もこの場もそうなんですが、これ、こういうのリアルって言いますね。で、SNS ウェブっていうのはもちろんその空中戦というか、どうやってネットの世界、まあ、スマホ上でというか、どうやってファンを作っていくかということです。で、そこから、ファンがある程度こうできてきたなっていうふうに思ったら、ぜひですね、リアルなこういう場所でファンの人とこう対面して、なんですかね、こう距離を近づけていく地道な作業っていうのは絶対に必要になってくると思います。まあ、大きな、コンサートであったりライブだったりとかもそうだと思うんですけど、結局はみんな会いたいわけじゃないですか。距離を近づけたい、一緒にいたいとかですね。
なので、自分のファンをどうやって育って大事にしていくのかっていうことは必ず戦略戦術が求められるような時代になってくるんじゃないかなと思ってます、ファンと共に歩み共感のサイクルを作っていくということですね、共感っていうのはもうますますこれから重要なキーワードになってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、自分だけのビジネスサイクルを作るということが、とても大事だと思います。マネタイズポイントを明確化、ちょっとこれ難しいことが書いてありますが、自分の価値の何がお金に変わっていく可能性があるのかということを、自分がきちんと把握している必要があります。もしくは、プロデュースチームがきちんと分かっている必要があります。で、本当にですね、 SNS の発達によって、今までこう見出されなかったものがどん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 表に出るような時代になってきていますよね。もう皆さんもう感じられてると思うんですが、だとてもチャンスがある時代だということをぜひ知っていただきたいなと思います。やったもん勝ちだと思います。やったもん勝ちもうやればやっただけ結果ついてくると思います。だからもうあとは自分が行動するだけ、チャレンジするだけ、怖がらないことでですね、ちょっとこれ僕今日来て皆さんにせっかくだからお伝えしたいなと思っていることがあるんですが、クリエイティブに革命をこうちょっと大行なことが書いてますけれども、よくある話なんですけど、これパターン1、いい脚本をまず書きますと。で、書いたんだけどゲームや漫画の原作じゃないからお金が集まらない、で制作が進まない、キャスティングもできない、背景も見つからない、どこの映画館もかけてくれない、いい作品ほど世に出ない、クリエイターが作品を作らなくなる、夢を諦めるみたいな、これ今までの話ですね。今までの時代の話だけど、これからの時代ってもっと多分こういう人が増えるんじゃないかと思ってるんですけど、これパターンに、自分でビジネスを学んで自分で資本を作っちゃうっていうのを頭に、脚本書く前にやってみようと。これ僕がやったことですね。その後によし、いい脚本を書くぞと書いてみた。そして座組を考えてチーム編成をすると、そこから配給先を見つけて自分の好きなキャスティングをして、撮影編集をして、好きなように宣伝をして公開して、よし今度は海外だ、次の作品創作だっていうような流れを作っちゃう。好きな作品を自由に作れるアーティストライフを、作っていっちゃうっていうようなことが、これパターン2で書いてあります。今まではですね、多分こういう考え方をして自分でどん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 やっていくんだっていう人は日本にはそんなにいなかったんじゃないかなと思うんですね。いるかもしれません。本当は僕が知らないだけでいるかもしれないんですが、おそらく数は少ないんじゃないかなと思ってます。僕はですね、25歳で俳優を辞める決断をしたと先ほど申し上げたんですが、その時ですね、周囲の応援っていうのはゼロだったんです。いやいや何言ってんだと、なんか気でも違ったのかぐらいのことも言われたんですよ。ショックだったわけなんですけど、彼らに聞いてみたんです。だったら、僕の夢の叶え方を教えてくれって言ったんです。僕は夢を叶えたいと。だけど、彼らはその質問には答えられなかったわけですね。答えてくれなかったんです。なぜなら夢を叶えたことはなかったからです。でその時僕は思ったんですね。あ、夢を叶えるには夢を叶えたことがある人に聞かないとダメだなということをすごく感じるわけです。ストレートにお話ししたいんですが、先ほど冒頭の方でお話しした代表作3作品あると言いましたが、3つでですね、だいたい5000万ぐらいかかってるんですよ。ざっくりですけどね。で、じゃあその5000万自分でこうポンって出して作品創作をするっていう、そのきっと誰もそんなしないんじゃないかなっていうようなことをやろうと思ったらできるんだということをちょっと知っていただきたいなと思うわけです。やっぱり先ほどもお話した通り、特に日本という国は脚本家だったり演出家だったり、クリエイターだったりとか、ものづくりをする人たちにやっぱりどうしても力がないんですね。力っていうのはその、あんまり資本力という言い方はしたくないんですけども、結果、そういう側面で、発言権がなかったりとか、作品に対して強く出れなかったりとか、肩身が狭い思いをしたりとかするわけなんです。で、僕はそのクリエイティブの在り方っていうのはなんかおかしいんじゃないかなと思うわけです。本当はですよ、本当は作品を作りたいのは脚本家ですよね。脚本家だし、例えば音楽だったら作家なのか、シンガーソングライターなのか、作り出す側の人です。要はゼロから1を生み出す人たち
が一番強くなくてはいけないはずなんですね。ところが どうでしょう、思ったように自由にできないとか、あのそういう現状があるんですね。なので、まず今日ここに、この場に居合わせてくださった皆さんには、あの自分の力でどこまででもできるんだということをぜひ知っていただきたいなと思っています。で、結びになりますけれども、あの自分の人生は自分切り開くことができると僕は思っています。あの夢を叶えられる人は一握りって、まあ、1回か2回は聞いたことがあるかもしれませんが、これは僕が嘘だと思ってます。夢を叶えられる人が一握りなのではなくて、夢を叶えるまで諦めない人が一握りしかいないんですね。でこれは、まあ、もったいないというか、あのもうチャレンジしたもん勝ちというか、まあ、ぜひ皆さんの夢、ないし希望だったり何かやりたいことっていうのは、絶対に諦めないでください。諦めなければ必ず道が開きますし、諦めなければやりたいことができるようになると思います。必ずです。僕もですね、今映画の世界にも徐々に入り始めまして、日々チャレンジをしているんですけれども、やっぱり、進めば進むほど障害がありますし、思い通りにいかないこともたくさんあります。なんですが、その先に、障害の先に見える夢だったりやりたいことが本当に皆さんが実現したいことであれば、その障害というのは大したことなくなります。はい。なので、今日ここにいらっしゃる皆さんは、今胸にある、やりたいこと、夢、好きなこと、何でもいいです。それらを、1年後、2年後、3年後、10年後でもいいです。必ず達成すると思って、今日この会場を後にしてほしいなと思ってます。僕もまだまだチャレンジをやめませんし、日本のアートエンターテインメント、これからどん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 盛り上げていきたいと思ってます。ぜひですね、このアーティストリートというイベントは、たくさんの本物のアーティストを育成し、そして本当に面白いコンテンツをたくさん作っていこうじゃないかというような場所にしていきますので、たくさんの志のあるアーティストがここに集まって、日本のエンターテインメントをこれからどん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 盛り上げていけたらいいんじゃないかなと思ってます。本日は長い間ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。以上になります。